放送席、放送席、今日のヒーローは9回までの失点、見事完封勝利を挙げました東村投手です。大丈夫かな、まあ、ということでうまくいってる程度進めますけど、インタビュー受けるのでこっちでも流そうと思います。あ、はい、ライブしてるんですか。あ、はい、東村投手ナイスピッチングでした。東村投手ナイスピッチングでしたってことなんですけど、それってあなたの感想ですよね。感想、素晴らしい投球でしたので、そもそも何をもっていいピッチングっていうのかわからないんですけど、完封って難しいことじゃないんですよ。要はその1イニングにつきアウト3つですかね、まあ、それをコツ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 積み重ねていって、まあ、それを9回27個のアウトを取ればいいだけの話なんですよね。完封できない人はぶっちゃけ厳しいと思いますよ。はい。はい、コリジョンについてどう思いますか。うやむやになってると思いますってことなんですけど、あれってアウトにする自信がない人がやると思うんですよ。で、ルールを守りながらアウトにするにはまあいいや、すみません、大丈夫です。はい、今日はキレのいいスライダーを低めに集めるピッチングでゴロの山を築いてましたが、なんかそういうデータってあるんですか。はい、一応試合を見た上で質問していて、普段に比べてゴロが多めだったのかなと。なんだろう、この質問してくる方って試合をちゃんと見ているか見てない方だと思うんですよね。で、僕が主にちゃんと見てない方だと思うんですよ。いや、ずっと見ていたのですが。だとしたらあなたこの仕事向いてないですよ。多分給料がいいとか世間的な見栄えがいいとかで今の仕事を選んだと思うんですけど、多分人との接点があんまり好きじゃない人だと思うんですよね。人がいない仕事に転職しちゃった方がいいと思います。はい、はい、今日ある方が球場で応援されていたとお聞きしました。あ、そうですね。今日スタンドレフトかレフトかセンターか忘れたんですけど、まあ、うちの彼女というか奥さんというか家内というか妻なんですけど、まあ、試合を見に来てくれていて、はい、やはりご家族がいらっしゃる前だと緊張されますよね。どうやってリラックスしていましたか。どうやってリラックスしていましたかってことなんですけど、失敗する前提でひたすら失敗シミュレーションをして、まあ、失敗しに行くといいんですよ。まあ、例えば、まあいいや。なるほど。ファンの方の応援なども力になっていたのでしょうか。そうですね。球場での声援ももちろんなんですけど、まあ、最近なんか Twitter でも励ましの言葉をもらえて嬉しいですね。そうですか。そして数多くの子どもたちが東村投手の姿を目に焼き付けていたと思います。そういった子どもたちに一言お願いします。とりあえずやってみればいいんじゃないですか、野球を。まあ何がいいって、野球選手はすぐお金が貯まるんですよ。で、30歳ぐらいまでに1000万貯めて、まあ、インデックスファンドを買えば老後も安心できると思いますし、起業するのであればその資金になるので、とりあえず30歳までに1000万貯めてください。はい、今日のヒーロー、弾丸ライナーズの東村投手でした。ありがとうございました。はい。